大友坂の上のイラツメは、万葉集の代表的歌人。大友安マと、石川内名婦の娘。大友東高の姉で、大友旅人のイボ妹。大友やかもちのおばでシュート目でもある。万葉集には、長歌、短歌合わせて84首が収録され、沼田大井ご最大の女性歌人である。13歳頃に、穂積み子ににつぐが霊気元年に死別。 一説に宮廷に泊まり名武として仕えた。この頃、首巫子と信仰を持ったらしく、後年には、個人的に歌を捧げている。その後に、藤原麻呂の恋人となるが、麻呂とも早くに死別する。養老末年頃、イボ兄の大友少な麻呂の妻となり、坂上大城と坂上二城を生んだものの、彼とも三十三歳頃に死別したと思われる。その後は、 認知の太宰府で妻を亡くした、大友旅人のもとに赴き、大友やかもち、大友書もちを養育したと言われる。帰京後は、佐保邸に泊まり、大友氏の都市として、大友氏の一族を統率し、火星を取り仕切ったのだろう。その作風は多分に、技巧的でありながらも、豊かな女情性,性をも兼ね備えている。しかし、彼女の数多い男性との総門下は、恋の歌になぞらえて、 彼らへの親しみを表したものであったり、実体験ではないのではないかとも言われている。坂の上のいらつめの通称は、坂上の里に住んだためという、ありがとうございます。